バラカン完成して約1ヶ月乗ったレビューをしていきたいと思います。まずはだいぶ前に乗っていたアルミのロードバイクとは全く違って、カーボンのせいなのかめちゃくちゃ乗りやすいです。細かな振動がなくてめちゃくちゃ乗りやすいです。一月でだいたい500キロ走りました。週で10キロから多い週で100キロぐらい走りました。乗り出しからの比較をしていきたいと思います。はじめは平均速度21キロ程度、ケーデンス66ぐらいです。半月だった頃で速度は変わらず、平均21キロぐらい。この日は少し数値が落ちています。この頃からペダリングを意識して乗っていて、ケーデンスが上がっていっています。最近ではケーデンスも上がって、平均速度も上がってきました。あと乗っていて感じたのが、ブライトンのサイクルコンピューターなんですけども、今ライダー410っていうのを使ってるんですが、電源を入れるとコードが毎回狂っていて、毎回コードを初めに修正して使うのがちょっとめんどくさいなぁと今思っています。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。